というわけでね、八尾空港に来ました。大阪でね、関空と、大阪空港と、そしてもう一つ八尾空港が大阪府内にある空港です。今ね、セスナ機が上がろうとしてるんですけど、見えないですね、ここから。あそこにあるのが、八尾空港です。私は今日は富士テラスにあります、とあるところに来ております。目の前に映っているところはですね、これは古墳です。古市古墳群というのがね、世界遺産登録認定されました、モズ古市古墳群だったかな。そのような感じで、堺とか富士寺とかこの辺りの近辺の古墳が世界遺産登録にされまして、古墳って一体どんなものなのかっていうのがですね、この富士寺市には古墳の中に入れるようなところがあります。詐欺が降りてまいりましたけどね、決してこの動画は詐欺ではありません。古墳の中に潜入してみたいと思います。それではどうもよろしくお願いいたします。いや本当にね、藤井寺市までね、自転車で来たんですよ、もう。本当に、尼崎からね、自転車3時間ですよ、もう。どんなんすかね、ほんまに。じゃあ行きましょう。普通にここはね、渋山古墳というようなところなんですけどもね、木花コスモスがたくさんね、咲いております。アゲハチョウもね、今蜜を吸っておりまして、かなり美しいものですね。ちょっとアゲハチョウに近づいておきましょう。このような感じで。自転車を少し神社のところに置きまして、中に入ってきました。ここがね、白山古墳という古墳の中でございます。すごいな、こんなところに。で、ここはもう入っていい場所なんです。実はここはね、古墳の中でも古墳に入れるっていう、ほとんどのところがね、古墳っていうところはね、入ったらダメなんですけども、この古墳はですね、入っていいということになりましたので、ちょっとね、古墳ってどういう風になっているのか、まあ整備はされているんですけども、ちょっとお邪魔したいと思います。古墳はね、こういう風にね、ちょっとね、小高い山というか、そんな感じで入っております。よいしょ、よいしょ。さあ、これが多分古墳のね、てっぺんだと思うんですけどね、このようなところに入ることができます。ちょうどここもね、古墳の上です。こんな感じで、富士寺にはね、いくつかの古墳がありまして、その中でね、一つがここの古墳で遊べるというような感じですね。つまり先人のお墓の上を歩いているということになります。古墳で遊んでおります。古墳で興奮しておりますね。お墓の上っていうのは基本的に入ったらね、ダメかもしれませんけど、この下にね、先人が眠っているということは思いますと、あんまり長居はしてられませんね。ここから上は何かあるのだろうか。そんな感じでね、いろいろとぐるっと歩く
ことができます。かなりつまずきますね。木の根っこが多いや。というわけでね、今日は渋山古墳というところで、ね、というわけでね、今日は渋山古墳というところに、ね、やってまいりまして、かなりね面白い古墳だなというところで、私は印象を受けました。中にね、こういろんなところが古墳最近ね入れるようになってきてるみたいなんですけど、私が調べたところ、まあ、位置で一番分かりやすい古墳かなっていうのはこの城山古墳です。まあ、他にもねいろんな古墳がねあるらしいんですけども、ちょっと時間の関係上ねこの古墳だけご紹介して、世界遺産登録おめでとうございますということだけ、言っておきたいと思います。仁徳天皇陵とかもね行ってもよかったんですけどね、下から見るとねどうもね森にしか見えないんですよね、正直なところ。だから実際こういうところに入って、古墳の上でおめでとうございますと言えるような場所で、こうやって撮影する方がいいかなと思いまして、私はこの城山古墳に来たわけです。電車の便は非常に悪く、藤井寺駅とかねそちらの方が近いらしいんですけども、あえてもう今日はね帰りちょっと実家近辺寄りたいなということになりましたので、自転車で来ることになりました。意外と時間がかかってしまったので、他にももっとね、古墳群ぐるぐる回りたかったんですけど、それはまたの機会にね行きたいと思っております。それでは、ここでね、城山古墳から、ちょっと動画をね、ご紹介させていただきました。八尾南駅からもね歩いてこれますね。おそらくバスも近く走ってたような気がします。これ降りるのめっちゃ怖いな。こういうか自動降りていくのね。土がねかなり脆いですね。だからすごく滑りやすそうで、実際さっき滑ったんですけどめっちゃ痛いですね。古墳でこけるとやっぱりなんかちょっと心のどこかで古墳で興奮してるんだろうなっていうのはあります。というわけでこのようなところでねお弁当を広げて食べるのもよし、ちょっとねこう大の字になって寝転がるのもいいんじゃないでしょうか。かなりインスタ映えするようなところに感じますけど、息を連れてちょっとね本当に車とかの音もあんまり感じないので、ちょっと歴史を戻したようなそのような感じに伺えますね。大変静かな、時間が流れているそのようなところです。この辺りだとね本当に時が止まっているように感じます。それではご視聴いただきましてありがとうございました。こういうのめっちゃ綺麗じゃないこれね、すごくないですか。静かだね、どこを撮ってもほんと綺麗だわ。
そ今から始まるの。Thank you.